ウルトラライトなテントやマットで人気の 0g から2022年に軽量で自由な使い方ができるザックがリリースされました。この 0g のザックの素材、そして拡張性、ポケットの数、構造など他の登山用ザックとは異なったギミックが詰め込まれたとても面白い特徴があります。今回はこの 0g のロストクリーク UL40 の使い心地をレビューします。こんなザックを探している方におすすめです。猪狩登山も縦走登山も一つのザックで済ませたい、軽量だけれども背負い心地に優れたザックを探している、他の人が背負っていない個性的なザックを探している、耐久性、耐水性に優れた素材のザックを探している、こんな方にはぜひこの 0g のロストクリーク UL40 チェックしてみてください。こんにちは、山旅旅チャンネルです。 0g のザックにおけるロストクリーク UL40 のまず位置づけから紹介します。 0g から登山に適したザックは全部で6種類リリースされています。製品名に UL、 いわゆるウルトラライトと名が付いた軽量タイプは3種類あり、上から55リッター、45リッター、25リッターと容量の違いがあります。今回紹介するのはちょうど真ん中にあたる容量で、軽量な装備での縦走登山、そして素早く物の出し入れができることからファストパッキングに使いやすいザックに仕上がっています。続いて 0g ローストクリック UL40 のスペックを紹介します。まず使用している素材です。 X パックのライトスキンと呼ばれるもので、 X パックの中でも最も軽量で防水性が高く耐摩耗性に優れています。フロントとサイドにはリサイクルナイロンをした張りのある、あまりこうストレッチしない張りのあるナイロンの素材が使われています。これはポケットになっていて、中に入れたものが分かるようになっています。続いて容量です。容量はメインのポケットと外側のポケットを合わせて45リッターあります。軽量な登山装備でテント泊をするのにちょうど良い大きさです。メインポケットはロールトップタイプなので、中に入れる装備容量によってザックをコンパクトにすることができます。このように容量の違いによってザックの大きさを変えることができます。重量はトータルで 1080g です。フレームとベルトとポーチとレインカバーを取り外すことができて、全部外すと 600g になります。フレームが 230g、 ベルトが 140g、 ポーチが 49g で、レインカバーが 80g という内訳です。45リッター級のザックで非常に軽量なモデルと比較すると、例えばオスプレイのレビティ45が 830g、 アクテリクスのエアリオス45で 1090g なので、トータル重量で比較するとフレーム入りのタイプのザックではかなり軽量なモデルであることが分かります。このように横のストラップを全部取り外して、このようなマジックテープをパッと取り外すと、このウエストベルトが取り外すことができます。ウエストベルトについているポーチもこの後ろのベルクロテープで簡単に取り外すことができます。そしてこのザックの内部に入っているフレーム、これらを取り外すことですごく軽いザックにすることができるというギミックが備わっています。続いてサイズ感です。トルソーというのは背面長のことを言いますけれども、これは47センチでワンサイズ展開になっています。チェストベルトの高さはここの先ほどお話しした取り外すことができるこのベルクロテープで若干この上下の位置変更ができるので、普通に使用した場合は身長168センチから180センチくらいの男女兼用で使うことができるんですが、チェストベルトを短くすることで168センチ以下の人にも対応できるという、ワンサイズながらも様々な背丈の人に合わせることができるザックになっています。続いてこの 0g ロストクリークの UL40 の他のザックとは異なった特徴についてお話をしていきます。まずはじめにクローズドセルマットが簡単に固定することができるという点です。まずこのトップ部分にはこのような V 字のストラップがついているので、ストラップをコードロックを外してこのようにザックのトップに取り付けることができます。もう一つ取り付けることができる場所があって、それがボトムです。ボトム部分にはこのような細引きがついています。この細引きを緩めて、細引きの中にこのようにクローズドセルマットを入れてボトム部分に取り付けることもできます。こんな感じです。これは好みもあるんですけれども、ボトム部分に取り付けると
の上からメインポケットへのアクセスがしやすいので、メインポケットの中の荷物を、まあ、物を出し入れするということがある場合は、ボトム部分にクローズドセルマットを取り付けると良いかと思います。続いて外側の大容量メッシュポケットです。ザックのフロント部分にはこのような大容量のメッシュポケットが備わっています。このポケット、このようにマチがついているので、たくさんの荷物を詰め込んでも収納力が衰えません。また高さが実寸でこのボトムからこのトップまで約40センチあるので、まあ、レインジャケットとかウィンドブレーカーとか、まあ、今こうやってパッカブルされているような状態のものを入れてるんですけれども、パッカブルせずともクシャッとした状態でこのように収納しておくことができます。そしてこれだけ高さがあるので、中に入れたものが登山中に落ちる心配も防ぐことができます。そして横側ですけれども、側面も同じ素材のこのようなメッシュポケットが備わっていて、まあ、今見ていただいているように 500ml のペットボトルが2本悠々に収納することができます。続いてメイン機室の収納力とアクセスのしやすさです。メイン機室はロールトップ型なので、そして耐水性に優れたこの X パックのライトスキンを使用しているので、レインカバーがついているんですけれども、雨に濡れる心配というのが非常に少ないです。ロールトップは今はこのように側面にコードロックをこのようにパチンとつけて閉めることもできるし、で中の容量はかなり大きくて、さまざまなものを収納することができます。写真を見ていただくと分かるんですけれども、メッシュポケットと中にはジッパー付きのこのようなメッシュポケットが備わっているので、この中に財布とか貴重品を入れておけます。続いてメインポケットのアクセスの方法です。このザックの最も面白いところが、このように左側にだけジッパーが付いています。でこのジッパーは今、まあ、ロールトップで上は閉めちゃったんですけれども、上にもこのように下にもジッパーが付いている、ダブルジッパー仕様で止水ファスナーになっています。で例えばテント泊で実際にテント場についてこの中の奥の方に入れたテントを取り出したいといった時に、このようにジッパーを開くことで中のものがこのように簡単に取り出すことができます。テント場についてしまったらもう全部バッと開閉してしまうということもできます。例えばどんな具合になるかというと、こんな風に開くことができます。まあ、これ今下から開いちゃってるので、上から開くとこんな感じで中のものを一気に確認することができます。なので荷物をこのように一個一個取り出す時とかにも、こんな感じで中のものを一気に取り出したりまたしまったりすることができます。続いてショルダーです。ショルダーに関してはこのようにたくさんものをかけることができるようになっています。例えば今この山旅の X パック製のボトルケースを取り付けていますけれども、ボトルケースを取り付けるという場所もこのように確保されています。例えば今この真ん中についているこのような穴の開いた場所にカラビナを取り付けることもできますし、上の方にもたくさんカラビナをこのように取り付けておくことができるので、何かこのようなボトルケースやスマホポーチなどを取り付けるのに便利です。で右側にはこのようなストレッチ製のストラップがついているので、例えばトレッキングポールを使わなくなった時にトレッキングポールを瞬時に固定しておくことができます。こんな感じで固定して岩場を登ったり岩場を降りたりというようなことができるので、とても便利に使うことができます。続いて涼しさ、汗抜け、そしてこの腰荷重ができる点について紹介します。まずショルダーハーネスには結構このようにクッション性のある素材が使用されています。なので想定としては10キロ以内の荷物を背負うことになるんですけれども、まあ、肩に食い込みづらい、そんな特徴のある素材が使用されています。そして背面、そしてウエストに関しては同じこのメッシュのハニカム形状のメッシュ地の素材が張り巡らされていて、そしてこのように溝がついているので空気が流れます。なので背中に接した時に汗抜けが良くて、そして汗戻りがしづらい、そして風抜けするので背中が涼しく快適に登山をすることができます。ウエストの部分においてもかなりこう厚みのある素材になっているので、
しっかりと腰舵をすることができます。まあ、フレームも入っているのでザックがブレづらい、そして背負い心地のいいウルトラライトなザックというような位置づけです。